はいはい、どうもこんにちは、松尾修道のこれ知ってますなんですけど、この前ね、LINE でも有名なんですけど、ネバーっていうのに、ね、松尾修道のこれ知ってますが出てたんですよ。はぁ、すごいなぁ、笑けますよね、見た人はこう通いたでしょうけどね。今日の、松尾修道のこれ知ってます、国際競争力というのがね、でなんかジュネーブ、タボス会議をしたんですよ、スイスの民間研究機関、でですね、世界経済フォーラムが4日発表されたそうなんですけども、世界148カ国の地域を対象に技術力、教育水準、それからインフラ、それから労働市場の効率性などを比較して順位をつけたそうなんですけど、国際競争力、日本去年は10位だったので今年は9位ということらしいですね。1位がですね、スイス、そして2位がシンガポール、3位がフィンランド、これはもう去年も同じですね。そして4位がドイツ、5位にアメリカ、6位にスウェーデン、7位に香港、8位にオランダ、9位日本で、10位にイギリスということでございますね。国際競争力もオリンピックもね、日本ですることになりましたので、どんどん上がっていくことを期待していいんじゃないでしょうか。松尾修造のこれ知ってますでした。どうもありがとうございました。